とる。行かないじゃない。もう別に行ったらいいね。いや、行かない。行く。行かない。行く。行くわけがない。なんでなん。なんでそのふざけたタイトルで休まさなあかんの。何が？七葉の部屋にありました。顔映ってなかった。なぜかわさび。顔映ってなかった。多分タコ食べたから。あ、ありがとう掃除。ミミネーが階段掃除してくれたよ。どうもありがとうございます。外部が最近頑張ってるのと、説明交換してきて。ありがとう。数学の、数学の、期末の宿題が7から57ページですけど、16ページまで終わらせたのと、ゴールデンウィークの宿題？ゴールデンウィーク、あの宿題じゃない、そうじゃない、期末までの勉強、ん違う、テスト、次のテストまでの勉強、いつあるかまだ聞いてない、ね、ぐらい、今だ、ちょっと待ってな、これぐらいやると思うよ、先生が言ったやつの14ページ目、今、公文交渉が始まってんねんか、で、それと、明日、親戚が来るので、お願いします、ください。親戚あれサムネこっち信用がありませんのでどうしたらいいですか。てか信用ってえ、その本もどういうこと。前の区門ではデータ改ざんは来ない。昨日は区門をやろうとせずに学校に持っていくと言い張り、いやでも最後もでかくない。やって。この服に似合うメガネはこれ。信用がないんです。一気に動かしてくれ。一気に動かしてくれ。傷がついたら。いいねん別に。床に傷はつくもんや。ありがとう。で？じゃあ。今からこれ買ってしまう。5時半ぐらいにここでメントスコーラにこうやって入れてくれたらいいよ。さっきやりよってショート1本取れってことや。つまりショート…あ、ちょっと待って、座って。体操が嫌い。ショート1本取れってことやね。だから体操っていいよ、中学生ってイメージつくから。コーラ。あ、コーラはない。コーラはやばいわ。それは着替えなあかん。いや、ほんでな。え、でもさ、俺飲まへんから。ほんでな。ほんでな。じゃあ、今日行こうか。中学生の心くんよ。はい。私からお願いがある。何ですか？お願いがあるって言っても別に、携帯の時間をな、9時間、10時間しようがな。パパ、行ってらっしゃい！水着やで、ぐらいしか言ってないよ。取り上げたりせえへんやん。だから別にどうでもいいんだけど。優先順位。1、ちゃんと寝る。ちゃんと起きるはするやん。ちゃんと寝る。優先順位そこやねん。で、次がちゃんと雲をするやん。違うわ。次がちゃんと学校のことするやな。で、その次がちゃんと雲をするやから、雲は私優先順位どうでもいいんよ。雲ってプラスでやっとうことやから。まずマイナスをなんとかしよう。夜寝るんが遅い。目の下にクマができていってる。身長が伸びないかもしれない。いや、身長が伸びへんのが一番怖いからさ。靴下が左右違う。え、あ、ほんまや。しかもマークも違う。アディダス。しかもそれ裏表も違う。アディダスと、アディダスとアシックス。適当やな。重なってて。洗濯した私が悪いと。違います。ナノハはさ、宿題なしとかそういうさことは思えへん。あ、タグスキッパや。タグ取り。
やっぱり洗濯するときに困るから宿題なしはないやろ。取ってくださいよ。いや取ってくわ。はい、いや親戚ちゃんと寝て。親戚来てもすること見て遊び放題よ。宿題持って帰る。教えてもらう。おるよ親戚が。お願いします。減らしてもらったら枚数、うん、部活で言い訳じゃなくて減らしてもらったら。減らしてください。嫌です。なんで。だって改ざんするもん。改ざんせんへんかったらいいやん。それでママは先生にそれでいいって言われた。だって俺は面倒くさいから改ざんせん。でも枚数少なかったら面倒くさくないのか。ほんまに。それは分からんね。いやそれは先生が無理ですねって言うの。なんで。心の性格が無理ですねって。それができるんであればもっと丁寧に書いてますって。なんでね。だってさ今さ、クモン三シフト。今だって15枚やろ。一日。そんな時間かかる？一時間。え？なん。おお。うんとな。何二時間かかるの？え、すごい減った。ちょっとかピヨン。ちょっと試しにさ、ピヨン。一ヶ月。国語なくしてもらうとかしたら。それはダメ。ダメなの。国語は一番低くて、それはね、やってない。なんかやるなあかんない。漢字覚えられへん。英語漢字覚えたん。ん？英語？英語簡単。じゃあ枚数減らしてもらっても意味ない。なんだ国語なしにしてほしい。それはダメ。あなた国語力つけなさい。え？なんちょっと国語か算数やってほしい。あなただって何言っとうかわからんもん。だって英語は、英語は1分ぐらいで終わるもん。意味なくない？国語はたまに難しいけど、英語は簡単。いや、英語もたまに難しい。全部難しい。アンチボディよー。バク、アンチボディよー、バク。なんか言ってるやん。私部屋に入ってこんといてって言われたらトイレの砂どうしようって昨日言ったやんな、うん、反抗されたら反抗された時やからしょうがないよね。その対策をこっちが考えるしかないわけで。反抗期するなって無理や、だって反抗期やもん。だってイヤイヤ期の4歳の男の子にいやいや言うなって絶対無理やん。それをどうするかよ。どうしたらよ。行くで。いやいやきと一緒やねんな、僕。最近先生に面白いって言われてる。学校も。分かった、こんにちは。僕。受け狙った。僕。いいよ。僕。いいじゃない。くるみ。くるみちゃんです。ちょっとでも社会でよろしくお願いします。あ、逃げちゃった。国位何位とかって言うんだけど待ってて。それで国位何位で地球は筋が地球が丸いみたいな話してから犬地球が青いですかって聞いたらオイスバイネって言ってから海やから質問を言うようになる。そう、海やねん。で、じゃあなんで宇宙って暗いのに地球って空って青いんって聞いて、それは、うん、あ、またいいこと聞くって言われて、地球から見たら雲は白く見えるけど太陽の宇宙から見たら雲は黒く見えるなんて。だから分かる。空気をやってるから。あ、この話は関係ないです。この1週間でデータ改ざんがあって、データ改ざんがあって学校に携帯持っていて、どうやって許したの。学校に携帯持っていては間違いだって。ポケットに入れちゃったの。え、持っていってたんだけど、それは間違いない。で、それで一切使ってないし、その前日、いや、その持っていった前日に私が耳に言うとってん。なんて言う。まあまあ、何時で相談しとって、何時で行くかなみたいなことを相談しとって。7え
いやでどうすんの、早く私次のステップ入りたいのな。じゃあレイナのことを結婚しなあかんねんな。ステップ8降りる、これはショート動画やろ、うん、巻いて巻いて、私も用事あるの光るにゃやな。鼻治ってきたやろ。治ってきた。ほらイソジンで。おお。ナイス。つるつる今。あげとんよ。鼻頭つるつる。見てん。鼻頭つるつるやから。ハギや。おハゲ。ハギ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 。取材効果でいいじゃん。いってら。どうぞ。宿題交換でいいと思うよ。だって5時間携帯を見なきゃ必要はないし、そのうちの2時間勉強したっていいと思う。どうだろう、ん、今から例えば5時間時間があるとして4時間半か、そのうちの4時間半携帯見とかなあかん理由はないから2時間勉強したっていいと思う。無理やな。これで学校の課題もあって、うん、追われとってならわかるけど、学校の課題を追われてからにしたら、宿題なしとかをお願いするのは、じゃないとこの前もなしにしてやったやんって言われちゃうよな。クモンは真面目にやっといた方がいい。クモン言っとった言った。シカ先輩、シカ先輩やった。シカタンやで、ココタンよ。シカタンってなんか、シカタンってさ、あの課長に入ってんで、小学校2年生から。ネギショタン。ルイはトモを呼ぶね。クモの先生もしよった。クモの先生もしよったね。丸つけしよった。丸つけしよった。すごい。俺クモの先生応募したら OK ですって言われたけど、上の人からあの女性じゃないとダメなんですよ。そうなんや。それ先生に言ったら、今の時代女性だけなんやって言ってた。日曜日も勉強していいから割り振り。どうせ雨やから。だって取るのめんどくさい。あ、部活だ。4日と5日あるの。え、4日と5日に部活。そう、潮干狩りと戦うぶりや。じゃあ心送って、うん、心見送って潮干狩り行って帰ってきて、うん、1時間半待っといて。1時間半しかない部活。うたかて、うん、やっていかんね。4日は別に行ったらいいけど、うん、支部からな。支部おるからみんな。あんまりぐだぐだ言うなら今日の分も休ませてくれる。あ、今日休むのしてくれるの。このちょろちょろが悲しいんだけど、給水機買えないから。